萌ちゃん始まりました。萌さん、なんだか見たいところがあるということなんですが、一体どこなんでしょうかね。さあ、今からね、マーライオンを見たいと思います。人生で初のマーライオン。もうシンガポール来て3ヶ月だ。意外と来れなかったね。そう、なんかマーライオンって世界でがっかり観光ポイントと言われてるよ、言われているけれども、果たしてどうなのかをこの目で見たいなと。そこまで言われたら逆にがっかりしなさそう。あ、そんなこと言ってる間に見えてきました。ありました。見て見て。さあ見てみましょう。あ、でもね、結構大きい。伝わるかな、このいい感じの大きさ。ねえ、全然大きい。なんか8個ぐらいだったらどうしようと。そうそう、思ってた、ね、最後どんぐらいだったらどうしようと思ってたけど、全然でかい。でかー。鎌倉の大仏よりは小さいぐらい。そうだね。へー、どこがいいんだろう。あ、顔はあんまり見えないんだね。あっち回ったら見えるか。あ、あっち、あっち行ってみようか。多分あそこはフォトスポットなんで。そっかそっか。すごい綺麗、ね、景色もすごい綺麗。あそこが水上のルイ・ヴィトンと、あのさ、円形のやつ、球形のやつがさ、アップルで出してる。え、何？水の上のアップルショップ。へぇー、え、円、あ、ほんとだ、ヴィトンだ。あれがヴィトンで、あっちがアップル。へぇー、あれ結構新しい、あのアップルの。あ、そうなんだ、知らなかった。めっちゃ大きいじゃん。気持ちいい場所だね。ね、なんだろう、あそこもなんかスタジアムみたいな。ねー、ライブステージみたいな。あれが観覧車で、ね、暑い。今日めちゃくちゃ暑い。暑いよ。今日やばいぐらい暑い。熱中症ならないよね。そうだね。暑い。さしとこ、日焼けしちゃう。日傘をさしとこ。さしてください。それは、いや、しかしこれザ・シンガポール。ここじゃない、ここだ、これだ、これフォトスポット、これだよ、シンガポールです。これはいいよ。たまに水しぶきが来る、ね、軽くね、うん、いいね。正面見たいな。そうだね。あっちや、今日は真夏中の真夏の気温してるね、これ。本当だ。でも人がね、少ないね。人少ない。もう今はね、旅行できませんから。わっ、めっちゃすごい。なかなかの顔してるよ。本当だ。え、これさ、こんなに人いなくて贅沢じゃない？そうですけど、人いないぞ。フォトスポット、だいたいここバーっているけど、ね、ここ良くない？あ、これはこれで結構いいよ。あ、ほんと？価格も。あの、金融街バッグのザ・マーライオン、これもかっこいいよ。待って、撮りたい。わー、来た。今日はどうします？どうしましょうね。何も考えてない。時間があるので。何にも考えてないです。ほんと？じゃあ、あっちのさ、アップルショップとか行ってみる？行ってみる、ね。ちょっとなんか歩きそうですけど、すごく。どうにかして行かれないのかな。歩くの？歩くしかない。MRT とか。ちょっと Google マップで調べてみよう。うん、徒歩だと16分。結構歩くね。うん、この暑さ16分で。ちょっときつい。車で4分。電車だと、あ、電車もない。徒歩だ。結局グラブだ。無理せずグラブってのは。そうだね。マリーナベイの下で何かお茶しよう。うん、ここも何かあるよ。ここも何かかわいい。あ、フルーツジュースをテイクアウトするとこだ。へえ。あ、ココナッツ、そのまんまココナッツあるじゃん。あ、観光っぽい。うん、こうやって飲む。どうしよう。
映えるのを撮りたいんだったら、うん、あっちに行ってからでいいか、うん、じゃあグラブを呼ぼう。飲んだ飲んだ、ありがとう。日陰に入ると涼しい、ね、一般地のところで後でお茶しようね。お茶しよう。ちゃんとザ観光って感じ。そうだね普段しない東京の人が東京タワー見て、うん、確かに。で外出もね、人数制限があったし。そうだね、子供もずっといるし。と解放されたわ。子供がようやく学校行ってくれましたから。つかの間の3日間だけど。はい、そこから夏休み。夏休み。早くない？夏休みいらないですよ、もはや。萌のチャンネル1本目としてあげようよ。そうだね。ね、もうあんまり気張らずに行こうよ。うんうん、ね、だってずっと始めたがってたそうだよ。俺が始めるならこうだとかいろいろ言うから。そう、プレッシャーだよやっぱりプレッシャーだ。こんなやつは伸びないとかねこんな YouTuber はダメだダメだをずっと聞いてるからそうだよね、いつまで経っても始められない一歩が踏み出せない俺のせいだよ気軽に始めたよ。だから俺だって気軽に始めたんだもん。うんうん、慣れてったらさ、自然とさ、手の込んだもの作りたくなる。うんうん、確かに。最初はエイヤーでアップするのが一番いいよ。そうだね、確かに、本当だ。俺このチャンネルではカメラマンに徹するからすいません全然中田敦彦の無駄遣い。違うんだよ、主役疲れしちゃった主役疲れ昔はもっと俺を見てくれって思ったけど、うん、今俺のチャンネルでも俺ばっかり出てるし、うん、レディオフィッシュでも俺ばっか真ん中いたから疲れちゃう、うん、カメラマンやりたい。中田は裏に回りたい回りたいあ、来てる。はい、これはあのグラブっていうサービスで、東南アジアのね、ウーバーみたいなサービスで、もうアプリ上で目的地が入力してあるので、運転手さんに目的地を伝えなくてもそこまで連れてってくれるっていうね。お支払いもアプリ上で決済完了しているっていうサービスでね、結構使われてるメジャーな交通手段になってます。こっちかな。逆サイ来ました。ヤシの木感が、あ、いいじゃん。ここいいね。リゾーティーだね。リゾーティー。ここのアプリショップ、うん、ここからドーム入ることもできるけど、うん、多分ね、水中から上がれるんだよ。どういうこと？あのほら、エスカレーターあるでしょ。中から上がってたのに突き高め。そうだね。どうやって行くんだろう。あ、まーちゃんが。まー、あ、ちゃんがいる。まあ、うん、本当だ。さっき遊んでたのね。うん、なかなか遠いね。遠いね。こう見るとやっぱちっちゃく感じるよね。すごくいいよ。リゾーティーだ。このヤシの木陰でちょっと穏やかになる、うん。そうだね。マリナスベイサンズお膝元の、うん、ショッピングモール。ールね、うん、こんな暑いところある。そこで。あれ、こっちか、エントリー。じゃあ2人分やっとくよ。さあ、ショッピングモールに着いたとたん、中田はすごく素敵なものを見つけたみたいです。それはグッチ。グッチとか見たいね。うん、グッチ行く。次回の萌えちゃんは、まさかのグッチで爆買い。
中田はお茶できるのかの巻だよ。お楽しみにね。頑張るママとママを応援する人のためのママズオンラインサロン、声のブログ、ボイシー移住ラジオ、詳細は概要欄からどうぞ。